ンボゲス叫べ直樹ジャンファイトヒーロー登場ジャンボゲスジャンボジャンボジャンボゲス グロース星からサタンゴーネの祖母宇宙魔女のババラスがジャンボーグエースとジャンボーグナインを倒しにロボットのオネストキングを引き連れてやってきた。魔女ババラスは巧みにロボットのオネストをカズヤに接近させジャンボーグエースとナインを倒すきっかけを作ろうとしたが、ロボットオネストキングはジャンボーグエースに倒されてしまった。ジャンボーグエースめ、オネストキングの敵はこのババラスが必ず通ってやる。どうだい、グロース星人からぶんどった自転車乗り心地は？快適快適、最高に抜群だよ。オネストが作った自転車を簡単にお前たちに渡してなるものか。さあ自転車よ、戻ってこい、戻ってこい。あれれあれ、カズヤ、おい、しっかりつかまってるぞ。いいか、カズヤ。おい、カズヤ。カズヤ。しっかりつかまってるよ。カズヤ。呪い針ババラスの逆襲。カズヤが空へ。今直樹さんから連絡が。やはりグロース星人の仕業ですか。おそらく。カズヤ、どこにいるんだ。やっぱりグロース星人に誘拐されたんでしょうか。それ以外に考えられるな。かわいそうに。グロース星人のやつ一体何を企んでるんだ。カズヤ、カズヤ、カズヤ。この作戦は子供を利用して。それはまたババラスにしては用心深い。黙らしちゃい。お前はわしの指図通りに動いていればいいのじゃ。俺がいながらこんなことになっちまって。はい、はい、スナック。カズヤ君。なに、カズヤ。直樹さん、今どこにいるんだ。小猿の森の中だよ。すぐ助けに来てよ。わかった、すぐ行く。
あんな若造になぜこだわるのです。あれを見よ。この時計が気になる。ひょっとしてこの若造がジャンボグエースとナインの秘密を握っているかもしれん。あの森だな。なんだか気になるな。何が？どう考えてもおかしい。きっと敵の罠があるぞ。かまもんか。たとえ死んでも和也だけは助け出してみせるぜ。故障なの？動かないとこ見るとそうらしいですな。じゃないよ。こっちは急いでんだから。急いでる、うん、のんびり行きましょうよ、狭い日本。なんだな、待って、本当に。どうしたの？おい、スパナースパナー、どこがあるの？ドラムのネジが緩んでるらしいんだ。あ、おい、早くスパナー。はい、スパナー。おい、おい、何をするの？大丈夫だ。直樹危ない。直樹さんが早く車で追うんだ。はい、カズヤ、カズヤ、ねえ、写真を撮ってくださらない？俺は今そんなとこじゃないんだ。自分で撮りなよ。あら、自分で自分を撮れないから頼んでるんじゃないね、お願い。しょうがねえな、カメラ貸しなよ。ありがとう。なんだこのカメラ。ポラロイドカメラ、便利よ。写真がその場で見られるんですもん。ありがとう。ねえ、あなたも一枚撮らせてくださらない？いいよ。そんなこと言わないで、お願い。一枚だけね。しょうがねえな、早く撮れよ。笑ってねえ。や、そんな顔、マックイーンみたい。うわジャンボーグエースとナインの秘密を喋ってもらおう。何のことだ。とぼけても無駄だ。そのうち薬が効いてきて一人でに喋り出す。お前は私からは逃れられやしない。さあ秘密を吐け、吐くんだ。こんなことで参ってたまるか。カズヤは誘拐した子供はどうした？逃がさんぞ。あしゃべれ、ジャンボーグエースとナインの秘密を。うわどうだ、呪い針の痛みは。今度は心臓だ。ハハ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 
直樹はグロス星人。はい。よし、直樹は追跡発信機を持ってるはずだ。受信機に注意してろ。はい。奥さん、直樹はこれと同じ追跡発信機を持っています。このボタンを押せば電波が発信されて我々に居場所を教えてくれます。ご覧なさい。直樹さん、発信機のボタンを押してちょうだい。時計でジャンボーゲースト9が呼べるなら今頃俺はこんなとこにいないぜ。なるほど。バカだ。さっさと小僧を連れてこい。ババラス様、今に任せてやるぞ。宇宙魔女の恐ろしさを知るがよい。隊長、直樹の居所が分かりました。ポイントは305、北北東500メートルの地点です。よし、いいか、パッドの妙にかけても必ず直樹と風を救出するんだ。行くぞ。はい。よく見ろ若造。骸骨にされたくなかったらこの時計の秘密を喋るんだ。喋る気になったら、喋らなければこうして。何？パッドが来た。なぜこの基地が分かったのだ。うろたえるな。おお、入り口はそこらだ。ババ様、こいつ別室でじっくり剥がせてやる。来い。待てこれでも食らえ。危ない。ああ、ああ、ああ、
くそー！消えろ！おばさん！おばさん！しっかり！おばさん！あ、直樹さん。これ。兄さん、形見の時計。大事にしてください。おばさん。おばさん。おばさん。しっかりしてください。おばさん。おばさん。おばさん、おば、おばさんは命がけで和也殿を守ってくれたんです。おばさん立派だったぞ。お前の死は決して無駄にはしないぞ。おばさん、おばさん、が組めば簡単に倒せる。
開始。はい、行きます。撃って撃って撃ちまくれ。僕何か相手になってるぜ。おば、見ろ、お前の敵はナインが撃ってくれた。おばさんが喜んでる、泣いてる。勇敢に戦ったパッド隊員がまた一人野の露と消えていった。明日の平和が保証されない限り、ジャンボーグエースとナインは肉弾を持ってグロース星の侵略に立ち向かうだろう。夕日は大きく赤く明日の希望のために燃えているのだ。街におどけたピエロが現れて子供たちの人気を集めた。滑稽な表情の裏に隠された恐ろしい顔、不可解な行動の目的は何か。強敵ジャンキラージュニアの登場でますます面白くなります。次回をお楽しみに。